AST ホットニュースです。写真の世界の動きを詳しくお知らせいたします。次は我々の写真ニュースです。ロシアが歴史上最も深い傷を負ったウクライナ戦争は9ヶ月目を迎えてもなお中断したところから続いている。世界的な影響を受けて世界中に危機をもたらしたこの戦争で、ウクライナの英雄たちは次々とロシア軍から祖国を奪っている。特に10月、11月、輝ける時期に入ったキエフ軍は目の前の障害を見事に克服し、日を追うごとに勝利に一歩ずつ近づいている。ロシア軍が防御態勢を取ったこの時期、ウクライナ軍は数十回の夜明け作戦を実施した。これらの作戦の結果、ロシア軍からケルソンを救ったゼレンスキーの勇士たちはこの地域の支配権を完全に手中に収めたのである。これらの敗北はモスクワ政権を激怒させ、ロシア軍内に大きな反乱を発生させることになった。プーチンの動員決定ですでに粉々になっていたロシア軍は、ウクライナの英雄たちによるこれらの壮絶な勝利の衝撃に呆然としてしまったのだ。プーチンは自軍の死傷者を減らすために動員規定を抜本的に変更していた。プーチンが全国に動員を発表した時、ロシア軍に採用する兵士の数は30万人に設定されていた。しかしこの数字は時を経て32万人を見た。プーチンの最新の公式数字は31万8千人である。ロシアでは軍隊への兵士の徴収はまだ続いていると述べ、ウラジーミル・プーチンはこの決定にこだわって実は火遊びをしていたのである。ウクライナ軍が開始した降伏路線はロシア人の注目を集めたことは記憶に新しいと思います。特にプーチンの残忍な支配に嫌気がさし、ウクライナから逃げ出そうとした数千人の動員されたロシア兵やその他の軍人がこの降伏ラインとウクライナの指導者の呼びかけの両方に参加したのである。戦場での敗北でうつ病になったロシア軍の兵士たちはそれでもウクライナで死ぬのではなく、キエフ政権に投降し続ける。ほとんどのロシア兵は戦争の終結を望んでいる。だからこれまでウクライナ軍に投降したロシア兵の数は過去最多なのだ。この件に関する直近の出来事は世界のアジェンダに大きな波紋を投げかけている。最近ルハンスク州でモスクワ地域の住民である動員された数十人のロシア兵がウクライナ軍に投降したのである。ルハンスク州のスバトベ方面では動員された兵士の一団がキシュオタマン・イワンシルコの名を冠した第92機械化別旅団に降伏した。この兵士たちが降伏した理由は驚くべきものであった。このロシア兵たちは何日も食べていないと言いながら指揮官から毎日拷問を受けていると説明した。給料すらもらえないこれらの兵士たちは戦場で前線に押し出されることに不満を抱いていると発表した。プーチン政権の残虐性を明らかにしたこれらのロシア兵はウクライナ軍に降伏した後安堵したと述べている。ロシア軍では特に動員された兵士は駒のように見られている。プーチンが十分な人数に達しているにもかかわらず未だに動員にこだわっているのは全てこのような状況に起因している。ロシアの指導者は自軍の兵士が死んでもなおこの動員決定をやめて新しいものを割り当てることはしなかった。そしてプーチンは大量の兵力を失ってもウクライナ国土への攻撃を止めない。しかしこのような状況からクレムリンの政権内ではこのロシア指導者に対する声が高まります。一方プーチンはこうした反乱を気にすることなくウクライナに対する計画を実行に移そうとしている。ウクライナのボロディミル・ゼレンスキー大統領は東部ドネツク地方での激しい戦闘でロシアが大きな損失をかぶったと発表した。またウクライナの指導者はクレムリンがさらなる攻撃を仕掛けてくる可能性が高いと警告した。ゼレンスキーはドネツク地方では非常に激しいロシアの攻撃が続いている、私たちのインフラに対するロシアの大規模な攻撃が繰り返される可能性があるため警戒が必要だと述べた。イランのミサイルについての言及はテヘランがロシアに限られた数のドローンを送ったことを初めて認めた翌日に行われました。しかしウクライナの指導者ゼレンスキーはこれらの兵器は2月の侵攻の前に調達されたと主張している。ゼレンスキーは侵攻の数ヶ月前にロシアに派遣された無人機はごく少数だったと反論し、ここ数週間
ウクライナ軍は毎日少なくとも10機の無人機を撃墜していたと主張していた。キエフの当局者によると、これまでに約300機のイラン製ドローンが撃墜されたという。自爆式の無人機はここ数ヶ月の紛争で重要な役割を果たしており、クレムリンは戦争の最前線から遠く離れた民間のインフラを標的にするためにそれを使っている。プーチンが激怒。チェチェン人がプーチンに対して歴史的な反乱を起こした。ロシアは9ヶ月前からウクライナ領内での占領政策を続けているが、これには世界の全ての国家が反対している。ウクライナで様々なゲームを計画しているロシア政権は、戦場では勝てないことを外交で実現しようとしている。戦争が始まって以来、ロシア政権はこの利益を得るために様々な方法を試みてきた。プーチンは、ロシア軍の兵士の損失を補うために動員を宣言した。このプーチンの決断を最も支持したのは、ロシアの同盟国であるチェチェン共和国であった。チェチェンの指導者カディロフは、ロシア軍のために、これまでに数千人のチェチェン兵をウクライナ戦線に送り込んでいる。しかし、チェチェン国民はこの状況に満足せず、カディロフの支配下で初めての事態が発生した。チェチェン市民はグロズヌイ広場を埋め尽くし、プーチンと動員に対する抗議を行った。カディロフに対する暴言で知られるイチケリア共和国最後の選出大統領の息子、アンゾル・マスハドフは、これらの動員のニュースの後、衝撃的な決断を下した。チェチェンのディアスポラは、土地を占拠した後、社会を統合し、最終的に祖国に戻る計画を発表したのである。この決定は、イチケリア前大統領の息子、アンゾル・マスカドフによって述べられた。マスカドによれば、チェチェン人の統合は、占領からの解放による帰還につながるはずである。そのためには、チェチェンの土地から犯罪者とロシアの侵略者を一掃しなければならない。このことについてマスハドフは、ロシアも他の誰からも決して我々の独立を邪魔されないように、我々の人々のための安全保障を持ちたいと述べた。チェチェン人協会、バルト・マルキョの会長であるジャンブラト・スレイマノフ氏は、亡命政権を樹立する計画はないと指摘した。活動家の目的は、チェチェン人を代表する政治勢力を持つことである。スレイマノフ氏は、この問題に関して、チェチェン人民の会議を開催すると発表した。また、前回選出されたイチケリア共和国大統領の息子であるアンゾル・マスハドフは、カディロフによるチェチェンでのロシア軍への徴兵命令についてコメントした。アンザーのページで、マスハドフはカディロフとプーチンをロシアのテロリストと呼び、マスハドバによれば、ロシア軍のためにチェチェン人をウクライナの戦争に送ることは、チェチェン人の大量虐殺であるという。マスハドフは、これはプーチンの任務終了によるものだと述べている。こうして、カディロフはプーチンを動員宣言から救おうとした。マスハドフはまた、1995年から2004年の間にチェチェンの領域で生まれた市民に対する徴兵令を出した。マスカドフの発言後、ベルホブナ議会は、戦争の結果、チェチェン共和国イチェリアがロシアによって占領されたと認めた。さらに、ロシア人の戦争犯罪、特にチェチェン人の大虐殺を非難した。ベルホブナ議会は、ロシアが第一次及び第二次チェチェン戦争において、イチケリアに侵攻し、戦争犯罪を犯したことを認めた。287人のウクライナ人代議員が関連決議に投票した。コンテンツは終了しました。ご気分はいかがでしょうか。少しでもこのローガーを楽しんでいただければ幸いです。気に入っていただけたらグッドボタンを押してください。コメント欄であなたの考えを教えてください。